皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。山内雄一です。割と寝起きです。最近、すっかり YouTube を更新、しなくなってきてですね。あいつ飽きたんじゃねえとか、やめたんじゃねえと思われがちですが、そんなことはないんですが、一番最後に、した動画も何だったっけか、結構ね撮ったの実は相当前なんですよ。なので YouTube 自体の撮影自体を、全然やってないという状態ですね。おはようございます。緊急事態宣言もろもろあっても対策しながら撮影してこうかなとは思ってたんですけど、なんかそのコラボとかしたくねーみたいな風に思っているので、僕の方はなんかそういう検査受けてパーテーション立てて検温して消毒したら撮影していいんじゃねえと思ってるんですけど、相手あってのことなので、ちょっと今こういう状況で探っている状態というか、なんかあった時にそのこっちは最悪自己責任というか自分がねどうかなる分にはしょうがないんですけど、人様に迷惑をかける可能性があるので、ちょっと、コラボとかの打診をしてない状態ですね。しようかなと思ってるんですけど、二の足を踏んでいるよ。という感じで、具体的に言うと、前から散々話してますけど、前の一室子の皆さんとかね、来月ぐらいどうなんだろうな、緊急事態宣言伸びるって話ですけど、気をつけながらなんかやれたらいいかな、来月、再来月。あと新井さんね、そう、新井さんにお電話かけるって相当勇気のいることなんで、まだお電話かけてない状態です。電話番号が変わってなければ、繋がると思いますが、どうね、いいのかな、なんかそのコメント欄でその新井さんが直々にタイミング合えばコラボいいよみたいな、ね、タイミング合えばって言うんですよね。斉藤豊選手みたいですよね。あんま伝ってないか。という感じで、緊急事態宣言こう解除されるまで待つのがベストではあるんですけど、ちょっともう皆さんご覧のようにこう YouTube の更新もぱったり途絶えるね、こういうことになってしまいますから、何かしらこの妥協点という言葉が正しいかわからないですが、気をつけて、それなら、そんな気をつけたんだねと、それなら、それが仕事ならいいんじゃないと言っていただけるポイントをこう見つけて、来月とかやっていけたらいいかなというふうには思ってます。コメントとか読むの好きなので毎回読んでますよ。ありがとうございます。返信したりしなかったりですけど、特にこのコメントに返事しようとか、このコメントには返事しないでおこうとかあんまりないです。なのでパッと目についた時に、時間ある時にこうお返しさせていただいたりとかこうしてるんですけど、なので結構昔の動画とかのコメントとか今頃返ってきてたりとか多分すると思います。お時間ある時チェックしていただければというふうに思います。コメント削除したりとかしてないですよね、多分。わかんないけど、じゃあなんかの設定を間違えるとコメント消えるってなんか誰かに聞いた曖昧な情報ですけど、多分僕はないですよね。という感じで、また時間を見つけて更新していこうと思います。